こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。ネットフリックスドラマ地面師たちは、積水ハウスが地面師グループの詐欺にあった事件が原作のモチーフとなっていますが、それ以外でも、実際に起きた地面師詐欺の事件もドラマの中で登場します。今回は、ネットフリックスドラマ地面師たちの中に出てくる積水ハウス地面師事件以外の実際の地面師事件もご紹介し、地面師に狙われる物件の特徴と、なりすましについて深掘りします。ネットフリックスドラマ地面師たちは、全7話で構成されていますが、毎回オープニングにタイトルコールとともに、地面師とはと始まる、地面師の概要を説明するナレーションが流れ、その声を担当しているのは、俳優の山田孝之です。ドラマの世界観に引き込まれてついつい全7話を続けて見ているうちにナレーションを飛ばしがちですが、そのシーンの中に過去の地面師事件が散りばめられています。オープニングタイトルの背景に出てくるこちらの映像の場所は、2015年に東京都渋谷区富ヶ谷の土地約480平方メートルを所有する高齢男性になりすまし、土地代約6億5000万円の地面師詐欺の事件に巻き込まれた物件です。本物の地主が台湾在住で連絡が取りにくい状況を悪用し、地主から任されている弁護士を名乗る人間が買い手を探しているとの情報を流し、また交渉場所が弁護士事務所だったことで信用してしまい、地面師事件が発生しました。そして続いて出てくるオープニングタイトルのこちらの映像の場所は、2013年に大手ホテルチェーンを運営するアパグループの不動産会社アパから、東京赤坂の駐車場として利用していた土地の売買をめぐり、約12億5000万円を騙し取った地面師詐欺の現場です。土地の所有者はすでに死亡していましたが、この土地は当時87歳と84歳の兄弟が所有していて、本人の承諾を得てると騙し、仲介を得て、アパが買い取るという地面師詐欺が発生しました。ネットフリックスドラマ地面師たちの中では、アパホテルではなくナパホテルとして紹介され、なりすまし役だけが逮捕され、主犯格役のハリソン山中は釈放されていましたが、実際の事件は地面師グループの主犯格ら10名は逮捕されています。ちなみにアパの創業は石川県小松市で、住宅ローンとセットで注文住宅や建売住宅を販売する不動産業が始まりで、そもそもは不動産のプロです。しかし、この地面師詐欺にあったことをアパは公表していません。また、さらにオープニングタイトルに出てくるこちらの地図に赤く記された旅館、海飛館は、実際に積水ハウスが地面師詐欺にあった場所です。ネットフリックスドラマ地面師たちの中では、港区高輪が舞台になっていますが、実際に積水ハウスが騙されたのは、JR 山手線の五反田駅から徒歩3分の老舗旅館です。旅館の所有者は当時入院していて面会が難しい状況でした。また、ネットフリックスドラマ地面師たちの序盤に、港区新橋で白骨化した女性の遺体が発見され、地面師事件との関連が調査され、ドラマが進んでいきますが、実際にも港区新橋で白骨化した女性の死体が発見され、地面師事件が起こっています。ドラマの中ではビルの一室で死体が発見されていましたが、実際は古い家と家に挟まれた幅わずか45センチの通路で発見されています。その死体の人物は、新橋に十数億円の土地を相続してからは、親戚付き合いも近隣との付き合いも断ち、帝国ホテルなどの高級ホテルを渡り歩く毎日で自宅に戻っていませんでした。一度自宅に戻った後失踪して行方がわからなくなっていました。失踪後に警察が家宅捜索を何度か行っても死体の異臭に気がついていません。数ヶ月後、鍵のかかった鉄柵の奥の45センチの隙間で遺体は発見されています。遺体には外傷が見受けられず、警察は事件性はないとしていますが、事件性がないわけはなく、死の直前に本人は否定しているのに勝手に住所変更され、印鑑や免許証を偽造して、地面師は土地売却代金を騙し取っています。いずれの地面師事件も、地主が海外に住んでいたり、入院していたり、所有している土地に住んでいなかったりと、現地に住んでなく、土地の取引の中で、実際の地主との面会が難しい状況だったところが、地面師からすると、成り締まり役を使って騙しやすく、地面師事件になっています。
地面師が狙う不動産の地主は普段面会が困難で本人確認が難しい物件が多く狙われています。地面師詐欺で詐欺に遭わないために最も重要な確認は地主の本人確認です。地主が本人かどうかを判断するには地主しか取得できない本人書類と本人しか知らない情報と成りすまし役と面会した時に見抜く能力です。売り主が所有者の成りすまし役で偽物だった場合、売買契約は成立しておらず、所有権移転登記は無効となり、無効にもかかわらず買い主へ不動産代金の支払いをさせた場合、司法書士が賠償責任を負うことになります。司法書士が地面師詐欺防止のために本人確認することは重要な業務です。ネットフリックスドラマ地面師たちでは、元司法書士が地面師グループの一員となり事件が進んでいきます。AI 技術により人工知能が人間の仕事を奪うという論調があり、ブロックチェーンによって本人確認が簡単にでき、司法書士が存在する必要はなくなるという論調がありますが、地主しか取得できない本人書類と本人しか知らない情報とは言っても、入念にリサーチしたり、盗んだり偽造したり、新たに作り変えたりと、複雑になっても完全は難しいと言います。仮に不動産詐欺を完全に防止する制度を構築するとすれば、顔写真、指紋、DNA 情報などの生体情報を登記簿に入れる方法が考えられます。そうすれば、成りすましによる不動産犯罪はかなり防げると思いますが、実際は民主主義国家の日本では難しいと言えます。外国人の指紋押捺を強制する制度が憲法違反とされ、指紋押捺制度が廃止になった事例もあり、プライバシー保護から生体情報を国家が強制取得したり、その情報を司法書士が入手し、本人確認に利用することはかなり難しいと言えます。生体情報であっても公開してしまえば、偽造する手口が編み出されることも想定できます。個人情報が守られ、人権、プライバシーを尊重する民主国家の宿命であり、国民の自由が保障されていることが、独裁国家とは違う民主国家の素晴らしさとも言えます。AI 技術やブロックチェーンで本人確認するといっても、個人情報のデータの入手ができない状況で万能なシステムを作ることはできません。結局は実際に目の前の成りすまし役が人事本人であるのか見極める能力が司法書士に問われます。また司法書士が成りすましを見極めるノウハウは、地面師に遭遇した経験のあるベテラン司法書士の経験、知識によって成り立っています。見極めるノウハウを公開すると、地面師の思うつぼになってしまうため公開されていません。つまり司法書士の技量に左右されています。また事件に巻き込まれた場合、司法書士が賠償責任を負うことになるため、司法書士法人が損害賠償保険に加入しているかどうかを確認するのも一つの方法と言えます。今日フェリー乗り場で事件の指名手配の写真が貼られているのを見ました。その写真を眺めていたら、どこにいてもおかしくないような顔が並んでると感じました。仮に似てる人に出会った場合でも、なかなか本人だと通報する人は少ないので、なかなか逮捕されていません。実際に積水ハウス地面師事件でも、詐欺に遭ったことに気がついてから成りすまし役の人が地主であるのか近隣を回って調査しても、本人と違うという人もいれば、本人に似てるという人もいたようです。顔写真を見せられても、実際の目の前の人を絶対本人だと断定する難しさを感じます。